ラフィープリント完了。初期設定。お帰りなさい、夢追い人。彼女目覚めたの？初対面のマナーとしてこう伝えるべきでしょうか。月へようこそ。スキャンが終わりました。目を開けても構いません。さあ、こっちを見てください。ん？必要なプロセスですから、まずは最も基本的な質問から始めましょう。あなたの名前は？ええ、前の記録と一致してるわね。あなたたち、私のことを知ってるの？でも私は、あなたたちの名前を知らない。安心してください。あなたにとって、ここにいるほとんどの人がそういう状態ですから。はじめまして、夢追い人。私はライデン・メイ。こちらはプロメテウス17号といって、この基地の専属スタッフの一人なの。はじめまして。少し違和感があるかもしれないけど、私たちから見ると、あなたは初対面なのにとても馴染みのある相手なのよ。何せ、あなたが今まで経験してきた冒険は、あなたのいる端末のデータ記録機に保存されてるから、私たちはすでにそのすべての記録を読み取ってるの。端末？ええ。初めて火星に着陸した時から、火星の軌道にあったあなたを乗せた端末装置をムーンベースに持ってくるまで結構時間がかかったのよ。何しろ火星の本当の姿が超巨大な量子コンピューターだったなんて誰も思いつかないでしょ。え？私たちが火星で見つけた唯一の手がかりは量子コンピューターにつながってる端末とその中にいるあなただけ。あなたの同意もなく勝手に連れてきたことについては謝るわ。私は自分のことも量子コンピューターのことも何も思い出せない。覚えてるのは何度も何度も同じ物語を繰り返したことだけ。それはまるで終わらない夢みたいで。通りで、あなたのプロジェクトデータのファイル名が夢追い人だったのですね。タイミングの悪いジョークを言ってしまいましたか？すみません。ビタの影響を受けているのかもしれません。ビタ？そうだ、ビタはどこにいるの？彼女はあなたより数分早く目覚めましたが、旧友に会いに行くと言って、あっという間に姿を消しました。彼女のことをよく知ってるの？そういうことになるかしら。ただ、彼女のせいで仲間が何人も痛い目に遭ってるから、彼女本人を信じられるかどうかについては何も言えないわ。残念ながら、ビタと誠実という二文字には何の関係もありません。しかし、私たちが掴んでいるあなたの情報は彼女ほど多くありません。困惑してるのはわかるけど、ここで答えが見つからない問題の議論をするより、まずはこのムーンベースを案内しましょう。もしかしたらあなたが今の状況を認識するのに何か役立つかもしれないから。あなたが端末から目覚めたのは
何らかの状況が変わったことや転機が訪れたことを意味してるのかもしれない。だから私も仲間たちと今後の行動について話し合わなくちゃ。うん、じゃあお願いするね。気使ってくれてありがとう。遠慮はいらないわ。私たちの目標は一致してるから。実はこっちも厄介な問題に遭遇してて、あなたこそが状況を打開する鍵になるかもしれないの。あれは、彼女はブローニャ、私の友人よ。夢追い人、ここで少し待っててもらえる？どうだった？ブローニャちゃん。はあ、あのバカはまだぐっすりと眠ってて、目覚める気配がありません。変ね。私たちの推測だと、老朽と老化の危機が無事に解決したら、システムに設定された任務目標を夢追い人がクリアしたということになる。なのにどうして、キアナちゃんはまだ眠ってるの？学園長の話によると、老朽と桜花の危機に他の解決策があった可能性があります。ゲームのクリア方法は一つだけじゃありません。バグやツールを利用することで素早くクリアすることもできます。普通のプロセスには思えないけど、どうして当事者みたいな話し方をしてるの？バカキアナがわざとバグを利用して私の作ったベータ版をクリアしたせいでサーバーエラーが発生したことを口にしただけです。仕事に戻ったブローニャちゃんがエラーを直すのに3日も徹夜した時のことよね。キアナが目覚めたらもう一度アップデート版をプレイするように見張ってやります。いいわね。そうしたらキアナちゃんがバグを利用するたびにお菓子を取り上げましょう。ちゃんとクリアしたらご褒美に豪華な食事を用意するの。本当にバカですね、メイ姉さん。まさかキアナは物理の宿題と私のプログラムをクラッシュさせた罰から逃げるためにわざと中層ウサギのように自動休眠に入ったというわけじゃありませんよね。確かにキアナちゃんはいつも心配をかけさせる人だけど、さすがにそこまではしないはずよ。あまり心配しないで。今のところ地球と月は安定してるし、今日だって新たな進展があったでしょ。別にあのバカの心配なんてしてません。あら、ゲームがもうすぐリリースされるのにたくさんの仕事を放り投げてまでここに駆けつけた人は誰かしらね、ブローニャちゃん。知りません。ですがすぐに休みを切り上げて急いでここに駆けつけた教師のことなら知ってますよ。そうですよね、メイ姉さん。ブローニャちゃんたら。でも、ブローニャちゃん、私はね、キアナちゃんはきっとすぐに目覚めるって信じてるわ。ええ、そうですね。それでメイ姉さんの後ろにいるのは端末の中から来たお客さんですか？ええ、そろそろみんなに紹介しようと思ってたところだったの。夢追い人、こちらがさっき話したブローニャよ。こんにちは、夢追い人。はじめまして。あなたもムーンベースのスタッフなの？いえ、私はメイ姉さんと同じように地球で働いてます。ですが友達のキアナがムーンベースで、その仕事をしてますから。キアナちゃんがここにいるから私たちはよくムーンベースに来るの。キアナというのは、二人はさっき話してた、まだ目覚めてない友達のこと？ごめん。勝手に聞くつもりはなかったの。大丈夫よ。正直に言うと、私とブローニャちゃんがあなたを探してたのは、キアナちゃんのためなの。え？キアナちゃんは
ある特質のために故郷を離れて月に来たのよ。それからもう6年以上の時が経ってるわ。前にブローニちゃんが冗談で言ってたんだけど、もしその時に小学校を卒業した子がいたら、今はもう大学生になってるでしょうね。でもキアナちゃんはムーンベースで同じ暮らしをして地球の文明を守ってるの。まるで彼女の時間が止まったみたいにね。そう考えると夢追い人はキアナと似てるかもしれません。システムの中にいるあなたは外の時間の流れを知らず、ただループの中で何度も冒険を繰り返してきました。そうだね。記憶を保存できなかったら、確かに私は何度も繰り返されるループの中にいて、リアルタイムで起きてる変化に気づけない。キアナちゃんの体に時間が後を残すことはもうないけど、最近になってまた状況が少し変わったの。二人は言ってた、目覚めることができないっていう話。いつも通りの寝坊かもしれませんし、目覚めたくないほどにいい夢を見てるのかもしれません。とにかくもともと起きて働いてるはずのバカは今でも眠ったままなんです。前にも似たような状況があったわ。でも今回のキアナちゃんが眠ってる時間は私たちの予想をはるかに上回ってるの。終焉の律者である彼女は様々な問題に余裕で対応できるはず。でも友人として私たちはやっぱり彼女が眠ってる理由を知りたい。どうすれば外部から彼女を助けられるかを知りたいの。そんな時に私たちはあなたを発見したんです。私は？キアナちゃんが眠りに入った時にクライアントプロメテウスが火星からのおかしな干渉信号を補足したのよ。二つの事件を結びつける直接的な証拠はありませんが、ミリ秒のズレもないほど時間が一致してるんです。あまりにも奇妙でさすがに無視できません。あなたの端末に繋がってた火星の量子コンピューターにどんな意図があるのかはさておき、それはキアナちゃんが眠り続けてる原因かもしれないの。因果関係は証明できませんが、私たちが掴んだごくわずかな手がかりは同じものに繋がってます。エイサイです。あなたの行動記録とプロメテウスが観測したデータを比較した後にある奇妙な現象を発見したのよ。あなたの冒険が衛星の暴走まで進むたびに火星から微弱な干渉信号を測定できるの。その信号はキアナちゃんが眠りに入った時に現れた信号と似てるけど、とても微弱だった。この推測を元に遡って検証してなかったらきっと見落としてしまうくらいね。あなたの努力のおかげで衛星が消えた。そして微弱だった干渉信号もその影響を受けたからか急に数倍に膨れ上がった。だからプロメテウスはそれに気づいていて、さっき大容量の推測を検証信号を与えてくれた。それを言うで私の行動でキアナが助けられるかもしれないってことか。少し強引な推測であるとは認めます。ですが今の私たちにとってそれが唯一の方向性でもあるんです。もしあなたが同等と黄金楽器を解決した時と同じようにループの中で永遠に対抗する方法を探し続けてくれたら、もしかしたらバカキアナが目覚めるかもしれません。もちろんあまりプレッシャーを感じないでください。私たちが何もしなくても明日になったらキアナが呼び寄せながら人間さんの両料理まだまだ帰って聞きにくかもしれませんし、もしそうなら私は別の意味で見てまとまることになるね。つまりより今は私たちにあのループシステムを解決させて衛星際の情報を集めてほしいって思ってるんだよね。 あなたは今の私たちが唯一持ってる手がかりなの。少し音を立つのはわかるけど、とにかくこの件の経験はあなたになるのよ。夢を見た。私たちはこの学科の宇宙人ですが、無理しはしません。だって、キアナもずっと私たちと同じ決断をして、同じ仕事を言うはずですから。私は。ありがとう。それは、キアナに珍しい変化を表
自分の問題を追求するための唯一のパコアコアになる。自分が関わることでもあるから、私たちもこの状況を早くはっきりさせて、完全なデータを取り戻したいと思ったよ。もしその過程で、二人の友達を助けられるなら、私も嬉しい。私がしてきた全てが無意味ではないと証明できるから、実は、ループで失敗した記憶が戻った時に生まれる悔しさと絶望は、未だに私を苦しませてる。あとね、今回の老朽と大化がハッピーエンドを迎えられて、今までの数回の記憶を保存できたとしても、それに何の意味があるとか、このシステムは一体どうなってるとか、そういった問題は、今でも、私の頭の中をぐるぐるしてるんだ。でも、もし私の経験が、現実世界に何らかの変化、というより、キアナの状況を少しでも改善できるなら、それは何よりだよ。だから、メイ、ブローニャ、私はできる限り、私自身の疑問を解いて、二人がキアナの状況を分析できるように、何度もチャレンジするつもりだよ。ありがとう。あなたならきっとできると信じてるわ、夢追い人。私たちは、あなたの冒険を見届けました。あなたの資質と能力があれば、きっとすべてのクエストをクリアできるはずです。もちろん。そうだ。はい。今度会うとき、もしまた会えたら、その時は、キアナの話をもっと教えてくれる？問題ないわ。それじゃあ夢追い人、次は他の人たちのところに案内するわね。あれはコラリーとヘリア。ええ、彼女たちにも挨拶しましょう。こんにちは、メイさん。それとヘリア、コラリー、久しぶり。私の隣にいる人は紹介しなくても平気かしら？夢追い人、大丈夫？もう一度自己紹介した方がいいかな。私はヘリア、その永久バルキリーなんだよね。へえ、ヘリアのことで一番印象に残ってるのはランクだったんだ。ヘリア、あなたの自己紹介はかなりうまくいったみたいだね。実は毎回ヘリアが永久バルキリーだっていうことはコラリーから教えてもらってたんだよ。あはシステムに入るたびに私たちの記憶を消さないでってアインシュタインにちゃんと話しておくべきだった。つまり二人は本当に存在してるの？システム内の NPC じゃなくて？うわ、それは今までのループであなたが口にした一番失礼な言葉だよ。ヘリアとコラリーもデータになって私といつも一緒にループしてくれてたの？ええ、火星であなたを発見したのは二人で、端末に触れた後になぜか一緒にシステムに入ってしまったのよ。アインシュタイン博士とクラインが調べた後、あなたをサポートできるように現状維持を決めたわ。彼女が毎回わざわざ私たちの記憶を消さないようにしてくれてたら、事態はもっと早く進んでたのかもしれないけど。夢追い人も私たちのことを覚えてないんだから、そうしないと不公平だよ。リタも言ってたでしょ、夢追い人こそがループシステムの中心で、余計な情報を与えすぎると予想外のエラーが生じるかもって。へえ、本当にあの女の話を信じたの？明らかにいい人には見えないし、私たちは騙してるかもしれないのに。少なくとも行動だけを見れば、彼女はずっと私たちを助けてくれてた。今回の努力だって無駄じゃなかったでしょ？そうね、みんなの努力は無駄じゃなかったし、夢追い人も目覚めることができた。この事実は本物よ。それにあなたたちが英才を解決するために努力して結んだ友情も嘘じゃない。そうでしょ？そうだね。夢追い人と何度も任務を行ってるうちに、私たちは友達同士に。夢追い人、私たちまだあんたを友達って
って呼んでいいの？もちろんだよ。コラリ、ヘリア、私、それからセナとショウジャク、私たちはいろんなことを一緒に経験してきたもの。彼女たちがあのシステムの中の存在だったとしても、私にとってこの気持ちと感覚は本物だよ。どうかしたの？私の聞き間違いかもしれないけど、一応確認しておくね。セナって誰？え？確かに。私たちは少女や他の術たちと何度も冒険を経験してきたけど、セナっていう名前は一度も聞いたことがない。セナ、セナディアだよ。どうして覚えてないの？彼女は赤い髪とキラキラした青い目を持つ女の子で、よく食べてよく笑って、賑やかなところが大好きで、ヨーヨーが一番得意で、彼女は私たちと一緒に老宮でたくさんのことを経験して、ドニグルを倒し、術たちを呼び覚まして、最後は少弱と一緒に影の意志に勝った。なのに、覚えてないの？あ、まさかアストラルリングってこんな使い方もできるの？考えすぎ。これはたまたまだよ。なんだ、これだから理系の人は全然ロマンチックじゃない。夢追い人大丈夫？ごめんね、どの冒険でもセナディアっていう名前の人は覚えてないんだ。もし彼女が本当にデータの一部だとしても、同じシステムにいる私たちはお互いのことを覚えてるのに、あなただけが彼女を知ってる。コードの設計から考えるとそんなことはありえない。セナは私たちといろんなループを一緒に経験してきた。それは確かだって保証するよ。あんたのことは信じてるよ、夢追い人。ただそれは少しおかしいんだ。確かに変ね。記録にそんな名前はなかったはず。そうだ、学園長が記録のコピーを持ってるはずよ。彼女に聞いてみましょう。学園長？ええ、私たちが学生だった頃に学園長を務めてたテレサという方よ。彼女は同時に天命の司教でもあるの。記録を整理してクラインに推測の分析を依頼したのも彼女だから、早速案内するわね。心配しないで、夢追い人。みんな、あなたの仲間だ。みんなのことを信じていいから。わかった。ありがとう。私とコラリーは、できることなら何でもするし、全力であんたをサポートする。だって、友達だからね。そうでしょ、コラリー？右に同じ。うん、右に同じ。行きましょう、夢追い人。学園長のところに行って記録を調べましょう。あなたの冒険に関する全ての記録を検索したけど、セナディアという名前の少女は見つからなかったわ。システムに入ったヘリアやコラリーも、ずっと監視してた基地のスタッフも、セナディアのことを何も知らないの。でも私はセナのことを、セナがいるループのことをちゃんと覚えてる。彼女はいつも笑いながら私を励ましてくれて、一緒に戦って一緒に前へと進んでた。彼女はあそこにいた、いたはずなのに。そのセナディアさんという方がループしている夢追い人と同じように、もう一つの端末からシステムに接続したアカウントという可能性は？もしかしたらシステムの外にいるのかもしれませんね。そうね。でも同じようにシステムに入って複数回の任務をこなしたヘリアとコラリーは、夢追い人のことは覚えてるのにセナディアのことは忘れてる。その理由が説明できないと思わない？もしくは彼女がシステム内の管理者という可能性は？
存在自体が機密情報だから、ループが終わるたびに自身に関する他人の記憶と全ての記録を削除しているとこ。確かに時に記憶は頼りになりません。削除された空白も実在したりしますからね。でもそれだと夢追い人が彼女を覚えてる理由がわからないわ。記憶は頼りにならない。とにかく現時点ではセナディアさんの痕跡や彼女が実在している証拠は夢追い人の証言しかありません。理論だけで考えると一人の記憶を操ることは大勢の人の記憶を操ることより実行しやすいと言えます。でも焦らないで夢追い人、私たちはあなたの話を疑ってるわけじゃないの。ただ記憶を操られるってことに関して私たちは大変な目に遭ったから少しトラウマがあるのよ。だからあらゆる説に対して慎重になって、あらゆる可能性を検討して、あらゆる事実に向き合わないといけない。たとえ真実よりも偽りの方がずっと幸せだとしてもね。もしかしたらあなたには記憶を整理してどれが現実でどれが幻だったのかを冷静に判断する時間が必要なのかもしれないわ。私はあれは夢じゃない。ちゃんと分かってる。私たちが一緒に経験したことは夢なんかじゃない。どうして誰も彼女のことを覚えてないの。一人の存在を消すのはこんなにも簡単だったとは。私まで彼女を忘れてしまったら、セナディアという存在は本当にこの世界から消えちゃうの。システム操作員と自ら名乗ったビタさんという方はこの件に関して何か心当たりがあるのでしょうか。シニカルで思わせぶりな態度を取るくせにあえて口に出さないタイプは一番苦手なのよ。英才に対して落ち着いている様子を見る限り、彼女はかなり前からこのシステムに接触している可能性があるわね。英才の本質を知ってるってこともあり得る。今までやり取りしてきた経験から言うと、彼女が何かを知ってたとしてもその口から真実を得るのは難しいと思うよ。深さんとゼーレさんの話を聞く限り確かにそのようですね。でもビタはどうして捜査員になったのかしら。終わりが見えないループの中で何度もシステムを起動して夢追い人を送り出したり回収したりして、考えるだけでも疲れるわ。その仕事がもし私のものだったら、きっともう仕事を辞めて家に引きこもって冷蔵庫でひんやりしたゴーヤになって、ついでに隣のソーダを飲んでもう二度と書類の確認をしなくて済むってね。学園長大丈夫ですか。テレサ司教、あ、ごめんなさい、ちょっとぼーっとしてたみたいね。前回の事故による悪い影響かもしれないわ。どこまで話したかしら。そうだ、ビタが直接協力してくれないなら、キアナを目覚めさせるにはやっぱりループシステムという方法しかないわね。ごめんね夢追い人、あなたが混乱してるのにそんな話をして。大丈夫、気持ちは理解できるから。キアナという人はきっとみんなにとってすごく大事な仲間なんだね。あなたたちの仲間を助けるためにも、私自身の疑問を解くためにも、方法は一つだけ。ループの中で英才の手がかりをより多く見つけられたら、このシステムをより詳しく理解できて私自身のデータの空白を埋められるかもしれない。それにもう一度ループに入ったら、もしかしたら私たちはあなたのループの記録を全部読んだから、あなたにとってそれがどれほど難しいことかはわかるわ。無難なことが言えるのも全部あなたが全力を尽くした証よね。私たちは違う星から来て、存在の形もそれぞれ違うけど、あなたは自由な意志を持ってる電子生命体、私たちと平等な個体で尊重し合える仲間でもあるの。だから最終的に選択する権利はあなた自身にあるのよ。
もう決めたんだ、システムを起動させよう。私は一体何者なんだろう。システムに閉じ込められたデータ、冷たいコードとして無言の機械の中で生きている。何度も失敗して、出てはまた入る。そしてまた失敗して、退出して、同じ過ちを繰り返す。たとえハッピーエンドを迎えられなくても、私にはやり直すチャンスがある。ここで命を落としても、目を開ければまた新しい一日がやってくる。苦痛、犠牲、失敗を恐れる必要はない。なぜなら、全ては偽りのシステムだから。でも、私が生まれたばかりのつぼみに心を打たれたり、どんよりした雨の日々を憂えたり、仲間と一緒に悲しみと喜びを分かち合えたりできるなら、どうして私の記憶、感情、友達は真実と言えないんだろう。こんな私も胸を張って誰かを助けることができる。なのに、どうして私は真実と言えないんだろう。だから、私にもあったんじゃないかな。愛すべき、英雄的な、おとぎ話のような、黄金の仕様に書き留めるべき過去が。そろそろ出発しよう。おや？こんなに早くログインしたの？君は本当にじっとできない人なんだね。もう少しムーンベースで休みを満喫したらどう？僕はあそこの景色が結構好きなんだ。ピーター、戻ってきたの？もちろんさ。君がシステムに接続したと気づいた瞬間、慌てて戻ってきたよ。なんたって、僕は君の信頼できるシステム操作員だからね。旧友と会ってきてどうだった？相変わらず、いい意味でも悪い意味でも、彼女は印象深い子だったよ。機会があったら君にも紹介してあげようか？遠慮しておく。また桜花に戻ってきたんだ。待って、今回私は今までの記憶を持ってるの？どうやら君は順調に成長してるみたいだね。どうかな、馴染みのある顔を見て懐かしいと思わない？ピーター、あなたは今回ループに介入できるようになったの？ふふん、どうやら前回の成功は君の記憶の一部を回復させただけでなく、僕にも新しい権限を解放してくれたみたいだ。こうして時々現れて君のそばにいてあげられる。嬉しい？それはよかった。僕も同感だよ。ビタ。はいはい、どうしたの？一つ聞きたいことがあるの。何度も聞いたかもしれないけど、本当の答えは一度も得られてない。どうして私のことを助けてくれるの？おや、またその質問とは。君は本当に意地っ張りなんだね。じゃあ、今の君には何か他の推測でもあるのかな？あなたは私を助けてるわけじゃない。そうだよね。あなたの本当の目的は、このシステムに関わる別の人たち、例えばキアナとか。はあ、君たちみたいな人間は自分を正義の味方だと言っていつも他人のことを悪く思うんだよね。僕は悪い女だけど、たまには改心していいことをしたくなったらダメなの？あるいはただの気まぐれで太陽系で最も賑やかなところまで見物をしに来ただけかも。
もっとシンプルで。僕はただキアナに恩返しをしたいだけかもしれないよ。どれが本当か当ててみる？やっぱりちゃんと答えるつもりはないんだね。僕はすーごく真面目だよ。そうだね、 5% くらい真面目かな。もういいよ、質問を変える。教えて、リタ、セナは実在してるの？それとも私の幻想？両方かもしれないね。うん、今の答えは気に入らないみたいだ。じゃあどっちも違うとか？聞くべきじゃなかった。ほらね、僕が何を言ったとしても君は当たり前のように僕が嘘をついていると思うんだ。今までの経験とムーンベースにいる人たちのあなたに対する評価のおかげだよ。はあ、傷つくよ。でも君がここに戻ったのは英才を調査するためだよね。任務の目標から離れてサブ任務の方に行っちゃうなんて悪い子だな。おや、見て見て、あそこにいる人、例の明かりの、なんて名前だったかな。まあいいや、早くあの人と話してみようよ。彼なら英才のことを知っているはずだから。ちょっと、そっちじゃないよ。待って、セナ、これ以上そっちに行ったらもう知らないからね。言ってた、セナ、もっと優しくして。あ、ごめんごめん、痛くしちゃった？大丈夫だよ。今日は凝った髪型にしてくれるみたいだね。なんだかいつもより時間がかかってる気がするよ。ちょっと、まさか早く芝生でピクニックをして最高に美味しいジャムサンドを食べて湖の魚にパンくずをあげたいからって焦ってるんじゃないよね？それって全部セナのしたいことでしょ？あれ、バレちゃった？それで早くピクニックに行ったりボートに乗ったりしたくないの？髪型はシンプルなものでいいから。ダメダメ、せっかくのお天気だし一番可愛い髪型にしてあげなきゃ。公園でピクニックしてボートに乗るのも楽しいけど、そばに満開の花があって通りすがりの人たちが温かい笑顔を浮かべてる。そして私はベンチの後ろであなたの髪を覚えたての髪型にしてあげてる。それもお天気の日の楽しみの一つだよ。わかった、言う通りにするよ。セナが疲れていなければ。疲れてないよ。後で芝生でピクニックして花冠を作るんでしょ？その後は湖でボートに乗ってみんなで音楽に合わせて歌ったり踊ったり。え、待って、最後のは参加しないでおくよ。あんまり得意じゃないのはセナも知ってるでしょ？ちょっと、前もそうやって逃げたんだから今回はダメ。日差しが心地いい日はみんなが楽しく歌って踊るの。やりたいことを思う存分できるって最高だと思わない？踊った後は東屋に行って動物たちに餌をあげよう。そうだ、ヨーヨーの遊び方も教えてあげるね。もうヨーヨーに頭を叩かれるのは嫌だな。大丈夫、あなたは賢いから頭を叩かれたってバカにはならないもの。先生の私がついていれば練習を重ねることできっとマスターできるはずだよ。そんなに予定を詰め込んで今日中に終わらせられるかな？おー、確かにちょっと詰め込みすぎかも。どうしよう、あなたと一緒にいるとやりたいことがどんどん出てきちゃう。しかもどれも面白そうなの。私もだよ。大丈夫、今日できなかったら明日またやろう。私たちはずっと一緒だし、まだまだ時間はたくさんあるんだから。そうだね、まだまだ時間はたくさんあるよね。これは私とセナの思い出なのに、私全然覚えてない。こんなに鮮やかな記憶。セナ、あなたはちゃんと実在してる、そうだよね？セナ、私を信じてよ。それは、私、復
選びのセンスには自信があるし、一目でこのワンピースがあなたにぴったりだって分かったの。うん、似合うのはあなただけなんだよ。さあ試着してみて。やめておこう、セナ。どうして？可愛くない？そういうわけじゃないよ。素敵な服だって思ってる。だから素敵なあなたがこんな可愛い服を着たら、きっと一番輝く一番綺麗な女の子になれるよ。私別にそこまで素敵じゃないってば。本当なんだから私を信じてよ。あなたの素晴らしさを私はちゃんと知ってるから。メガネを外してもう少し大人っぽい髪型にして、それから素敵な服を着て。うん、きっといつもと全然違うと思うよ。うん、まさか今の私はセナにとってまだ素敵じゃないってこと？ちょっと私の言いたいことを分かってるくせに。はいはい、分かってるから。じゃあ私を信じてみて。たまにはスタイルを変えて違う気分になったら、もしかしたらあなたの生活にも予想外のサプライズがあるかもしれないよ。サプライズ？今の生活には十分満足してるし、もしずっとこんな風に穏やかに過ごせたら、それもいいことだと思ってる。今の生活？それって私と過ごしてる毎日？それともそのずっと変わらない服のスタイル？どっちもだよ。あなたって本当に頑固だよね。こうと決めたことや慣れた生活を変えようとしない。ファッションも問題がないって思ったらずっと同じタイプの同じ服を買ってるし。あ、違う違う、服だけじゃないよ。普段の仕事だって目標を達成できるって信じたら繰り返してチャレンジするよね。途中で何度も失敗しても決して諦めたりしないの。やっぱり前回私が実験の仮説を間違えたせいでセナを巻き込んで実験室で一週間も一緒に過ごしたことを根に持ってるんだね。それだけじゃないよ。あなたが古いバージョンの地図を買ったせいで、私たちはずっと歩く羽目になって全然違う目的地に着いたこともあるよね。セナってばどうしてまだ覚えてるの？あなたに関することは忘れたりしないよ。良かれと思ってやらかしたことも例外じゃないからね。でも前回は違う目的地に行っちゃったけど、そのおかげで私たちは人がほとんどいない綺麗な景色が見られた。それも予想外の収穫じゃないかな。だからそうと決めたら必死にやり遂げるあなたの頑固さも私は好き。それならもっと私に似合うスタイルの店に行こうよ。ダメダメ、この服は絶対に買ってあげるから。勘弁してセナ、私たちの間にこんなこともあったの？どうして私は全然覚えてないんだろう。待ってセナ。ねえ早く来て、早く。できた。どう、私すごいでしょ？うん、セナはもちろんすごいよ。でしょでしょ、見て本当に綺麗だよ。キラキラしててまるで大地の星みたい。星たちがセナの瓶の中に落ちてすっごく綺麗。そういえばホタルの飼い方を知ってる？そうしたら瓶の中の星たちはずっと私たちのそばにいられるよね。セナ、実はねホタルは光を放ってしばらくしたら死んじゃうの。え？成虫はかすかな光を放って草むらでその運命の相手になるもう一匹のホタルを探し求める。でも自然がホタルに与える時間はとても短いの。運命の相手を見つけられてもそうじゃなくてもしばらくしたらホタルはこの世を去るんだ。つまりホタルは明かりをつけてずっと探して、たとえ何も見つけられなくても死んじゃう運命から逃げられないの？フラフラしながらもずっとそばにいてくれて最後の時間を一緒に過ごしてくれる相手を見つけられる可能性もあるよ。命は短いけど温かい光は存在する。旅は永遠に続かないかもしれないけど、いつかもう一匹のホタルが付き添ってくれるはず。うん、そういった美しい絆はいつか消えちゃうの。いい夢を見た時のように
すぐにお互いのことを忘れてしまう。セナ？あなたは、私のことを忘れたりする？そんなことない。セナのことを忘れたりするはずがないでしょ？そう言ってくれると思ったよ。命は永遠じゃないからこそ、私たちは今の幸せを味わえる。それに、そういう幸せが夢のように短くても、私はホタルと同じように、かすかな光で自分の道を照らして、あなたにもう一度出会えるまで探し続けるよ。私もだよ。あ、瓶の中にいる子は、その運命の相手を見つけたりしたのかな？もう少し頑張る必要があるかもしれないね。うん。じゃあ、飛んで行って。絶対にあなたの一番好きなホタルを見つけてね。セナ！どこにいるの？セナ！あの時、セナは週末のアンカーと共鳴した。逆に言えば、私も週末のアンカーを使ってセナを見つけられるんじゃないかな。でも今は週末のアンカーがあったはずの場所には何もない。この世界がセナを隠したの。怪しいターゲットを発見。これより接触を開始する。親切姉さん。へえ。そんな慣れ慣れしい呼び方で私を呼ぶ人はあなたが初めてだよ。どうやら少なくとも私のことは事前に調べておいたみたいだね。でも残念、そんなの役に立たないよ。根源物質管理条例第22条に基づき、データの海から来た未知の再現物はその場で収容する。え？